ベニー、怒ってる。面接を受けた出版社から、今日からすぐに働いてくれって言われてさ。そう、よりによって今日。前から働いてみたかった出版社だったから、どうしようもなかったんだ。これは？チョンゴのポンのお返し。私疲れたから先寝るね。申し訳ないよ。え？あ、いや、僕はご祝儀も出してないのにお返しだけもらうのは失礼な気がして。そんなに礼儀を気にする人が当日になって欠席するの？それは。席には間に合わせるって言ってたよね。間に合わせるとは言ったけど、必ず行けるとは言ってないじゃん。だったら最初から行きたくないって言えばいいじゃない。え？そんなだったら何も言わなきゃいいのに。ベニー、ついてこないで。